答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはですね、おすすめ家族でお出かけ、スポット、別に私こういうプロでも何でもないんですが、今回ですね、おととい、昨日と私、新潟県の方に出張行ってきまして、保育園さんの、運動遊びの能力開発と、勉強会、指導者の方向けの研修会を担当させていただきました。で、新潟って、本当私、高校生ぶりで13年ぶりぐらいに行ったので、やっぱ知らない土地に行くと、その場所でしか味わえないものを食べたいですし、その場所でしか見れないものを見たいですし、体感したいんですね。これが五感を刺激して能力開発も大事なんですけど、そこでここ、新潟県立自然科学館。これですね。はい。中見ていただくと、いろんなのがあるんですけど、で、この中で一番私がもう興奮したのが、ここの恐竜ですよ、恐竜。もうね、等身大の恐竜があって、で、私知らなかったんですけど、ボタンを押すのが鳴き声が出るらしいんですね。で、私知らなくてそこをこう見てたら、子供たちがボタンを押して、結構大きな音で鳴き声したもんですけど、うわびっくりしたって一人で言ってしまったんですけど、でもこれが大事なんですね、子供にとっては。ただ図鑑で見るんじゃなくて、見て聞いて、でドキドキしたりワクワクしたり、もっと知りたい、もっと知りたい、何なんだこれはっていう、この気持ちが能力開発で大事、もう教育する上ですごく大事です。だって私後それ見に行った後ですよ、恐竜のことものすごい調べましたもん。そんなに僕恐竜興味あるわけじゃなかったですけど、っていうようなね。で、恐竜だけではなくて、生活の科学、それこそ風向の振り子とか、あとは風速15メートルってどれぐらい風が強いのとかも体感できたりとか、もうね、ありとあらゆるものができて、結構本物に近く、恐竜もそう、等身大だったんですけどね、本物をより感じれるんですよ。新潟ね、近くにお住まいの方とか、新潟に行く機会があったら、ぜひおすすめ、この県立、新潟県立自然科学館、お出かけ、ぜひ使ってみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は、LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。